新聞社ってまだ高齢者には支持されてるわけです、はい、じゃあ後期高齢者になった段階の世代がねそんなすぐに死ぬかっていうと死なないわけですよ。結構長生きすると思うんですよ僕は。そうすると消費者である彼らはより偏狂になっていき、要は考え方どん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 縮こまっていくわけですよ。で周りがどんどん死んでいくでしょ。そうするとよりこうなっちゃうんですよ。そういう人たちが新聞の読者なんですよ。で考え方どんどん凝り固まった危ない集団ですよ、朝日新聞と朝日新聞読者。